こんにちは、翔太です。今寝起きなんですけど、今日ですね、この動画自体は多分、孫権の動画を撮った後に上げることになるかなと思うんですけど、まあ、本日ですね、もう一度、ICL のですね、検査をしに行こうかなと思っています。まあ、一応ですね、その前にカウンセリングとかも受けてですね、まあ本当にやるのかどうかっていうところの相談をまずやってですね、その後検査もなんかやってくれるみたいなので、やる場合は。まあちょっと、連続になってしまって、また決断が迫られるのは少し嫌だなって思っているところはあるんですけど、やっていこうかなというふうに思っています。まあ、正直ですね、まあ、どちらかというとやるつもりでいますね。まあ、結構いろいろ調べたんですけど、まあ、一番怖いのは失明かなと思うんですが、2022年までにですね、日本だけでも6万人ぐらいが受けているみたいで、で一応失明した人は0人らしいですね。まあ、何かしらの不具合が出た方はいるとは思うんですけど、まあ、少なくとも失明した方は0人っていうところで、むしろ失明なんてした日にはもうなんかニュースになっちゃいますね、多分。まあそのレベルなんじゃないかなと思いますけど、まあ、基本的には安全な手術、まあ、白内障の手術が今確立されている中で、まあその白内障の手術よりもまあ安全な手術っていうところで、どっちかっていうと、まあ術後のまあ、自分の管理ですよね。なんか目に水が入ったりとか、すると、まあ、あと汗とかですね、入っちゃったりすると、まあ、感染症の可能性があるっていうところなんで、まあ、めちゃめちゃ目薬ですね、いちいち4回か5回ぐらい、3種類4種類ぐらいの、目薬打つらしいんですけど、まあ、その目薬をしっかり打つ、っていうところと、まあ、お風呂に入っちゃいけないとか、そういった禁止事項を守るっていうところさえしっかりしておけばですね、基本的には大丈夫なんじゃないかなというふうには思っています。まあ、なのでまあそこですねがしっかりできるのであれば大丈夫かなというふうに私の中ではいろいろ調べて結論付けたので、まあちょっと聞きたいことはですね、なんか山のようにあるんで、まあこの後老害になったらどうなるんだとか、まあちょっといろいろですね、まあもう本当に最悪の場合どうなるのかとか、まあ先生何人かいるんですけど、どちらの方がやってくれるのかとか、まあちょっとその辺ですね。で、まあインターネットで見ていると、まあ5分ぐらいで片目終わらせるって言ってる方が多いんですけど、まあ病院によっては10分数十分かかりますって書いてあるところがあるんですけど、まあ、その書いてあるだけで実際何分ぐらいなのか、っていうところは聞こうかなとは思いますね。まあ、書いてあるのはそういう記載だけど、実際は、まあ、両目で10分ぐらいで終わりますようなのか、まあ、その辺も確認しようかなというふうには思っています。まあここまで来たら、まあ、やるしかないっていうのはですね、よくよく考えて決めたらいいかなと思うんですけど、まあ、基本的にはやるしかないかなというふうには思っているところはあるんで、まあ、むしろビビるんじゃなくて楽しんでいこうかなというふうには思います。まあ、あとそうですね、まあ、大体どれぐらいの人がやってきているのか、まあ、ホームページも一部書いてあるんですけど、まあ、実際ですね、月に何人ぐらいとか、そういったところまで深掘って聞いていこうかなというふうには思いますね。まあ、やっぱり手術数が多い方にやっていただきたいなっていう気持ちあるんですけど、日本で一番手術している方が東京アイクリニックっていうところの何先生だったっけな、YouTube されてるんですよ、東京アイクリニックの先生が。で、その方が結構ですね、手術されてるらしくて、1人で5000人 ?1 年で5000人だったかな ?1 年で5000人だったような気がするんですけど、まあ、そのぐらい手術されているっていうことで、まあ、毎日ですね、10人も20人も、白内障も含めると、
そのぐらい手術されてるみたいで結構安心だなっていうところはあるんですが、まあ、いかんせん術後にですね、まあ病院によると思うんですけど、まあ翌日とか3日後とか1週間後1ヶ月後3ヶ月後1年後みたいな感じで、まあ、大体これぐらいの頻度かなと思うんですけど、まあ、そのぐらいの頻度で定期検診があるんですね。まあ、その定期検診のことを考えるとですね、まあ、ちょっとあまりにも遠いところに設定してしまうとあまり現実的ではないっていうところがあるかなと思うので、まあ、特に1週間後検診までは限定解除といいますか、まあ症状を見てですね、これをしていいですよっていう判断をしていくタイミングになるので、まあ、絶対行った方がいい、かなというふうには思うんですけど、まあ、そのタイミングでいけないってなると結構やりにくいかなというふうに思うので、まあ私は比較的、まあ、近い、まあ、電車で行ける範囲ですねの、ところにしようかなと思っています。まあもっと言うと多分なんですけど、まあ術後ですね、いろんな YouTuber の方とかを見ていると見えるけどまあ、ぼんやりしているっていうのか、まあ、翌日の朝にしっかり見えるようになるっていう方が多くて、当日に関してはですね、ホテル泊まった方がいいかなと私は思っています。電車全然乗って帰れて、ラーメン食って帰ったぜって方もいれば、もうなんか目が全然開けられなくて、ちょっともうとてもじゃないけど帰れないって方とかもいらっしゃったんで、まあそういう方最終的にはみんな見えるようになってるんで、多分安心してもらえばいいかなと思うんですけど、うん、まあそういうのもあるので、まあ私は普通にホテルに泊まろうかなというふうに手術当日は思ってますね。まあとりあえず今日は検査を受けに行くだけなので、まあどうこうっていうのはないんですけど、まあまた決まったら動画にしていこうかなと思います。まあちょっと今寝起きでぼーっとしてるんですけど、これからも雑談の動画も上げていくので、もしよければメンバーシップの登録、ツイッターのフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。